東京都立田柄高等学校は東京都練馬区光が丘2丁目にある公立の高等学校。本校南側には秋の日公園、北西側には光が丘公園と緑に囲まれた環境にある。また、都立三岡高校とは光が丘公園を挟んで近接している。1988年までは普通科のみであった。ただし、 一学年を三つの戦果、美術、書道、音楽に特化したクラス構成がなされており、各項目の授業の駒は他クラスよりも多く、組み込まれていた。1989年により、コース制となり、日本文化コース、外国文化コース、理数コースの三コースが設置された。日文、外文コースは、女子が、理数コースは、男子が圧倒的に多かった。 2008年入学生より普通科3クラス、外国文化コース2クラスとなる。外国文化コースは女子生徒の比率が高い。主要3教科全部で就塾度別授業が導入されているほか、大学入試のための補修や小論文個別指導、面接指導などが行われている。また、長期休業中には、漢検や英検の対策講習も開かれる。夏休みには、 英語合宿も実施している。校舎は、昇降口が2階、中庭や吹き抜けが設置されるなどこった設計が施されている。また、校舎と別棟が渡り、廊下でつながってアーチ状になっており、生徒は毎日その下をくぐって登下校をすることになる。2008年より、日本文化コースと理数コースが廃止され、普通科となる。ありがとうございます。